はい、ふたみのです。前回は小諸城をね、総攻めしようかなというところでしたね。はい。で、この西側がね、ついに織田と徳川がね、開戦をしたというところですね。はい、もうちょっとこっちもちょっと気になるんで、さっさとちょっと、ね、領土広げなきゃダメかなという感じですよね。ひとまず私の今の考えでは、これまでの経験上なんですけど、ここら辺をね、取ると、北条がちょっかい出してくる恐れがあるんですよね。北条がなんかその救援に向かうみたいな。本当はこの二つね、ちょっと山城なんで、取って回収して北条に備えたいんですけど、多分その前にね、来ますね。おそらく。多分来る。今このね、20万近い兵をね、相手にしてる場合じゃないんで。ちょっと無理かなと。なので今私が考えているのは、ちょうど今上杉がこっち来たじゃないですか。武田の方とか。こういう感じで。で、こう来てるので、で今連動どれぐらいだ？これ高いな。ここは低いでしょ？ここは普通ぐらい。低い。そんな高くない。やっぱ連動あんまり高くないんで、今こちら側が救援こらえても多分いけると思うんですよね。剣心も。連動23。いけるね。なので上杉征伐に行こうかなと。この新潟県を取ってしまおうかなという感じですね。なのでひとまずね、海津城を取る。その後にこちら、飯山城を狙うという感じにしようかなと。で、ここのね、南北をね、ここ、全部、海をね、真っ二つじゃないや。突っ切るような形で、こう、ね、南北に、ぶった切るというね、オブ様によって、オブ様じゃ、オブ様か。吉信様、ですね。吉野部様によって、ここ南北を得たいかなと。あー、もうダメだ。なんか言いたいことがね、ごちゃごちゃなりすぎている。はい。申し訳なかったです。じゃあちょっとまた内省していきますので。はい。はい、じゃあやっていきましょう。で、ちょっとこの吉野部様をね、もうというか、しっかり使いたいんで、吉野部様を、一回この、辻ヶ崎館に入れます。ね、武田の棟梁ですから。なんで武田の棟梁が辻ヶ崎館にいないんだと。ね、そういう疑問もある方もいらっしゃいますでしょうか。なので、岡部さんも戻りますが、吉野部様を、辻ヶ崎館に入れると。そしたらもうめちゃめちゃ兵がね、もう一万近くともこう、マックスあるので、その兵でもってこっちを攻めるという感じにしたいかなと。で、岡部さんが戻ったら岡部さんを、どっかの城主にしたいな。高遠ぐらいにしましょうか。そうですね。あー、砥石城にするか。で、砥石の、土屋さんをこっちの城代にしましょうか。そうですね。あー、修復中。あ、まあいいや。いいでーす。っていう感じですね。あ、じゃあここ入れちゃいましょうか。岡部さん。ここにね。そのまま。かしこまりました。で、吉野部様をこっちに入れるってことですね。よし、じゃあやっていきまーす。はい。逃げられはせぬ。加勢いたす。我が領内に敵が迫っております。上杉征伐の前に深志城に来る。一発っすか。おまけした。一発ですか。はあ。武田も落ちたもんですね。
まあいいっすけどね。なんのか、あ、そうか、不可思議に来るんだっけ。さあ、この不可思議に来てる間を縫って、我々は、飯山城攻め、飯山城だ。その前に海津城があった。海津城攻めと行きましょうかね。こっちから行こうか。おぶさんに、こっち側から来てもらいましょうか。続け。で、さつき様にはここから来てもらうと。で、うなまるさんは普通に行けばって感じですかね。不可思議城に来ると、まあ、いくらでもなんとかできるでしょう、という感じですね。そうですね。それじゃ、行きましょう。さあ、岡部さんを都市城に入れます。止まれ。はい、いいです。さてさて、どうなることやら。待機します。あ、動かしてなかった。動かしていなかったと。お任せください。みんな海津城に行きましょう。慶喜様は辻ヶ崎館に入ってください。さあ、海津城攻めだ。うわぁ、徳川が、刈谷城に攻める。ついに三河攻めですか、信長さん。ははは。これは沼田城に行く。ああ。上杉とね、北条がここら辺でやり合ってくれればいいですね。武田を攻めて。じゃあ行きましょうか。サバへ参る。これ謙信、それでも不可思議城に行くか。ああそうね、まあ海津城は上杉の拠点じゃないんで。そうですか、そうですか。かしこまりました。さあ、高坂さんをやっつけましょうということですね。それでは朝比奈さんを抜けさせましょうか。で、慶喜様をここから出すとすぐ間に合う。待機せよ。間に合ったね。よし、慶喜様出ましょう。いざ戦場へ。さてさて、こっちは、お、あと一発ぐらいかな。朝比奈さんをあと一部隊ぐらい入れるか。岡部さん向かわせるか。しょうがないんでね。接近する。じゃあ、こんな感じでしょう。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。真田幸徳すいませんちょっと詰まってしまった。真田幸徳が試験に不満を抱いているとの噂がございます。密かに密かに解いて味方につけてはどうでしょう。もうダメだ、噛みすぎ。さてと、うわぁ、やられてんな。はい、じゃあやっていきましょう。不可思議城をどうにかしないといけない。さあ、海津城は
取れるでしょう。我に打てぬ敵なし。これはなんだ、牽制できたのか。飯山城の牽制、飯山城の牽制。これは本多忠勝が何とかしようとしている。ここは上杉のものになったと。ここは、ああ、上杉のものになりそうということですね。ここは、うわぁ、蒲生が回り込んでくる。いや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 。うわぁ、刈谷城落ちそう。何してんの、家康さん。動かないっすか。じゃあ行きますか。あ、すんなり取れるでしょう。あれ、間に合わない？間に合わないかな。ちょっと遅かったか、剣心のデキテースも出すの。さあ、強行で落としましょう。心が来る。ちょっと待っていてください。任せください。あれ、包囲になってる。包囲じゃなくていいのよ。もう打ち破れ、もう打ち破れ。お、間に合うかな。すげえ、強行の音が聞こえる。さて、剣心が来る。あ、そろそろ岡部さん向かってください。さあ、土屋さんにも出ていただきましょう。始めろ。三方の強撃。さあ、これなんとかなるでしょう。海津城落ちないね、なかなか。さすが高坂さん。うわ、でもごっそり削られた。さすが剣心だな。うわ、どうすっか。あー、じゃあ吉信様こっち向かって。予想外の反撃を食らっている。しました。さあ、こっちは落ちるでしょう。力を合わせ戦い抜くわ。さあ、海津城落としたぞ。さあ、どうしたものか。戻ってくかな、これ全部こっち向けたら。あ、違う。お任せください。お任せください。違いますよ。飯山城に向かわせます。よし、じゃあやっていきましょう。うわー、強いな剣心。普通にここは人書があるない。これはどうなってる。ああ、取りそうですね。さてさて、表情を始めます。さあ、剣心さんよ、飯山城が攻められてます。いいんですか、いいんですかね。一つ回り込ませる。
から回り込ませましょうか。じゃあはっ、うん、じゃあ正影さん、うん、山形さんもこっちから回り込ませましょうか。こう経由して、ここに集まってくると見越してですね。はい、じゃあまた内政していきましょうかね。はい、じゃあやっていきましょう。どうしよう、どっち見ようかな。両方見るのにもここら辺でいいか。よし、じゃあ行きましょう。我が策、戦場を制す。なになになに、こっちはまだ。さあ、両を睨みで、あと500。命に捨てな。よし、生きるのだ。騎乗する。さあ、岡部さん帰りましょう。朝比奈さんも帰る。で、吉信様をこっちに向かわせると。さあて、ここで大合戦はできる？もうちょっとできないか。これどこ行こうとしてるの？ここですか？ここまで行かないよ、まだ。ああ、まあまあいいですけど。エブさんが戦闘に参加できていない。続け。こんな感じでいきますか。やっぱりオブさん戦闘に参加して、さてさて、これでいいかな。すごい細かい操作をしなきゃいけないんですよね、こういうギリギリの戦いの時は。うわー、600しか食らわない。さてと、影勝つ、消える、剣心はこれで来れないと。うわー、小田がやべえ、小田がやべえよ。さあ、天達さんをやっつけて、さあ、救援に誰か来てるかな。来てないっすね。これは上杉のものとなった。飯山城に向かう、飯山城に向かう。まあ時すでに遅しのような気もしますが、さてさて、こっち見てみましょうか。家康が救援に向かう。うわー、ここが取られる。うわー、表情を始めます。先月の終始です。うん、オブさんで攻撃できればいいか。どうしようかな。救援が来ないのであれば、あー微妙だね。城攻めしちゃいますか、次。はい。はい、やっていきましょう。さあ、どうだどうだ。飯山城あれか、攻撃するか。城攻めで。じゃあ、城攻め。
やりましょうか。こっちは何もない。織田が取った家康が岩槻城に向かう。これは、岩村城に向かうと。これは戻ってくれる。まだ徳川との決戦は控えてください。まだこっちに来られると困る。よし、じゃあ行きましょう。こっちか。こっちであるなら小山田さんはひとまず、多分おぶさんが来るんで、おぶさんのもぐら攻めをしましょう。もぐら攻め待ちですね。もう少し、もう少しかな。始めてください。かしこまりました。遊びは終わりだ。さて、始めるか。始めるか。さあ、モグラ攻めで城内に帰りましたよ。敵城門突破しました。じゃあここまで一直線で行きましょう。リトンのペース。逃げなさい。一気に行ったぞ。しまえそうですね。引くぞ。さあ、あとは攻めるだけ。城門を破壊しました。遊びは終わりだ。赤備え。さあ、飯山城落としたぞ。行くぞ。これで決まりだ。よし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 、素晴らしい。この戦、我らの勝ちだ。飯山城落としましたわ。川中島の戦いで結構重要拠点になる飯山城。敵将捕獲した。どうしようか。春日山行きます。このまま IQ8000、 ちょっと春日山は厳しいかな。承知しました。ちょっとおぶさん海津城で入りましょうか。海津城におぶさんを入れると、兵数が少なくなってきたので。お任せください。はおぶさんを入れる。で、小山田さんはこっちから向かう。
ここは？ということはこっち連れてってもいいな。たつき様をこっちから行きましょうか。いいね、たつき様でね。たつき様もこっちから行きましょう。こんな感じですかね。よっしゃ、行きましょう。なんかこっちから来たな。戻っていく。なんだこれ。来るというのか。来るというのね。どうしよう、じゃあここで攻撃しましょうか。ここで攻撃をしましょうか。ここは？ああ、ダメか。で、こっち行くか。そうっすね。で、オブさんがここで。はい。ここに入場しましょう。ちさかさん、いやー、上杉は入れたいので、どうしよう、即座に出ましょうか。まだいいかな。出るとするか。戻っていったぞ。なんだなんだ。じゃあこっちから行くべきだったじゃないか。じゃあね、これはこっちで、小山田さんもこっちで、さつき様をこちら側から、先ほどの通りに行きましょう。これなんだ。ああ、郡上八幡に帰るのか。うわぁ、これ家康でもダメだろうな。徳姫さんが応援に来ようとしている。攻撃しましょうか。出陣するぞ。さてと、助太刀します。助太刀してください。義信様もこちらか。どうなっている、どうなっている。別に動きはない。松城城ね。これ松城でいいんですよね。松代だっけ。まあいいや。こっち側から来ると。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。はい、じゃあやっていきましょう。ああ、飯山城に誰か入れる？それを忘れていた。入れる人間なんてもういないか。真っ赤っかですね。入れる人間は、いないな。ダメだ。もう人材不足が。すごくなってきている。さてさて。さあ、強撃ですね。これ
これ平城か。本願寺家は秀吉家によって滅ぼされました。あー、なるほど、なるほどですね。どうしようか、攻撃しようか。攻撃でいいかな。さっさと取りたいので城攻めするという話もあるので城攻めしましょうか。工場覚えたもんね、確か山形さんが。あー、そうか、山城か。山城ならやめましょう。平城だと思ったんでやめましょう。うわ、これ止まる。うわー、戻ってきちゃうぞ。戻ってきちゃいますよ。この武将たちは帰る帰る。よしよしよし。ちょっと押されてるか。でもちゃんと足止めできていると。どうしましょうか。岡部さん出しますか。いざ参ろう。岡部さん出しましょう。あとは出さなくていいね。うわ、兵糧がなくなりつつある。うわー、結構押されてるな。始めます。報告いたします。報告いたします。ちょっと押されてますかね。といったところで今回は終わりにしましょうかね。宇佐美さんが来たので、この、誰だっけな。安田さんを打ち破ったら山形さんで、ここを足止めします。その間に、強行で落とすと。っていった形ですかね。うわぁ、織田が取った、ついに。よかった、ことなくて。武田がいるからこっち攻めてこないでしょ、まだ。うわぁ。もう、やばいな、織田が。織田の進撃が止まらない。ここら辺も何、座ったっけ？佐竹、あれ？北条にいるんじゃないの？いや、戦ってくれ、こっちで。なら、伊達と戦わないで。といった感じで今回終わりにしましょうか。はい。じゃあまた引き続き、上杉征伐と行きたいので。次は春日山城はまだか。坂戸城を取って、北条城を取って、柏崎城を取ると。そういう感じですね。なるべくここら辺は平らげたいかなと。その後に、春日山城かなーって感じですね。はい。じゃあまた、興味ある方は、
はい、引き続き、はい、ご覧になっていただければと思いますので、お願いいたします。ではでは、またねー。